こんにちは、いっちーです。なるです。ねえねえ、これ知ってる？何それ？これ空気ガンって言って簡単に作れるんだけど、こういう空き缶とかペットボトルの底を切り取って、ここに風船をつけただけなの。へえ。おお、いい。こんな感じで、ほう、すごい強力な空気が出るのよ。これはもう十分強力なんだけど、すごい。今回はじゃーん、おい、これを使って巨大空気バズーカを作りたいと思います。それではまず準備として、このポリバケツの底を抜きます。このハンダゴテで抜いていきます。溶けた、すごい。下まで行くかな。 OK。 うわ、すごいね。穴開きました。すごい大きいね。こっちのね、広がった部分の方に風船を貼っていきます。この風船の広がってる部分、ここら辺を切っていきます。はい。いや、かぶせられるかな。きっといける。よし、ちょっとそっち側お願いします。あ、やばい。せーの、せーの。待って、結構な力がいる。はい。あ、来た来た来た。よし、すごいすごい、できた。できた。よし、これを補強しよう。ガムテープで端のところをしっかり留めていきます。はい、回してください。はい。力がいる、力がいる。じゃあ、じゃあ、はい、はい、オッケー。よし、オッケー。これで完成。おお、じゃあ実践していこう。本当だ。第2弾完成しました。うまくいった。すごいいい感じ。いいよね。うわ、すごいよ。え、今叩いてるだけでしょ。叩いてるだけ。うー、すっごいきた。だから引っ張って離したらもっとすごいと思う。構え、ボンボンバズーカいきます。発射。すごいね、巨大はやっぱすごい。すごい。これをね、じゃあ引っ張るといきますよ。こんな見えたかな。飛んでっちゃった。ちなみにこれを人にやると、うわー、いやー、すごい。でもみんなは人に当てないようにしてくださいね。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんな聞いて、改良版を開発しました。ボンボンバズーカエクストラ。それではいきます。おお、音がやばい。耳が。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな。まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。